ケイトリン・マリー・ジェンナー、1949年10月28日隊はアメリカ合衆国の陸上競技選手、樹種競技の元世界記録保持者で、1976年モントリオールオリンピックの金メダリストである、トランスジェンダーであることを公表し、女性名のケイトリンに改名した。ジェンナーはもともとアメリカンフットボールの選手であったが、 膝の怪我のため陸上競技に転向する。1972年連編オリンピックの十種競技のアメリカ代表には何とかギリギリで選ばれた。このオリンピックでは10位に終わっている。これ以後、ジェンナーの競技力は急速に進歩し、1974年には初めて8000点の大台を突破し、同年8月には8308点を記録するまでになる。 1975年8月にアメリカとポーランドとソ連の十種競技の競合たちによる国際大会がユージーンで開催され、ジェンナーは8524点という高得点を叩き出し、アメリカを優勝に導いた。この大会ではミュンヘンの金メダリストであるニコライ・アビロフに勝った上、アビロフの持っていた世界記録を更新する世界新記録であった。 1976年にジェンナーは友人で行われるオリンピック選考会に出場した。ここで8538点という事故の世界記録をさらに更新し、余裕でオリンピック出場を決めた。モントリオールオリンピックではジェンナーの一人舞台となった。ただ金メダルを獲得するだけでなく、ライバルたちをカンプなきまでに叩きのめした。 15メートル35を投げた砲丸投げのほかいくつかの種目では自己ベストを記録。結局2位に200点以上の差をつけ、8618点の世界新記録で金メダルを獲得した。同年ジェームス・サリバン賞を受賞。ジェンナーはオリンピック後引退する。1980年には映画ミュージック・ミュージックで俳優デビュー。刑事ドラマ シロバイアロージョンパンチ第5シーズンにも出演している。2021年4月23日、カリフォルニア州知事選への出馬を表明した。ジェラルド・フォード大統領、ウィリアム・アール・トルバート・リベリア大統領とニューヨーク州のマウント・キスコ村で生まれた。ジェンナーの母は、ジェンナーのジップと離婚した後に、俳優のゲイリー・ビジーの父と再婚した。その時ジェンナーは、高校生だった。 ジェンナー自身は、クリスティという女性と1972年に結婚。初婚で、息子のバーと、ケイシーが生まれたが1980年に離婚。1981年に、エルビス・プレスリーの元恋人、ブロディと二人の子供を授かるも、1983年に離婚している。リンダ・トンプソンは、その後、音楽プロデューサーのデイビッド・ホスターと再婚する。その後、 弁護士、ロバート・カーダシアンの元妻であるクリス・ジェンナーと結婚。彼女との間には、ケンダル・ジェンナーとカイリー・ジェンナーがいる。クリスとロバートとの間には、コートニー・カーダシアン、キム・カーダシアン、クロエ・カーダシアン、ロブ・カーダシアンがいる。よって、義手も含めると10人の子供がいることになる。カーダシアン一家の生活に密着した、リアリティ番組、キーピング。 アップウィズ・ザ・カーダシアンズに出演している。2015年にクリスと離婚、4月に自身がトランスジェンダーであることを ABC のテレビ番組で明かした。このことについて、最初の妻には結婚初年に告白し、2番目の妻とは告白後に夫婦でセラピーも受けたが共に離婚に終わった。2015年、ケイトリン・ジェンナーとしてベイバニティフェア氏7月号で女性となった姿を、 公表した。解明後、6月1日に新たに開設したツイッターアカウントは4時間でフォロワー数100万人を突破、バラク・オバマの記録を1時間上回り最速記録を更新した。9月25日には、ロサンゼルスの裁判所が法的な解明と性別変更を認めた。ありがとうございます。